あと何回あるの？トイックって今年。こちらになります。そうで始まりました、マチチャンネル。さあ今回はですね、やってまいりましたトイックの結果公開です。トイック第何回だか忘れちゃいましたけど、多分270回の公開していきたいと思います。まあ、YouTube ショーツっていうね、短いのでね、公開したいなと思ってたんですけど、なんともうほんと YouTube ショーツのね、収益がめちゃくちゃ低いということで、それもわかんないんですよね。なんで、こっちのメインチャンネルでやった、ね、トイックの結果公開って6万8000再生ぐらいだったかな？で、2000円ぐらいなんですよ。6万再生で。それに対してサブチャンネルの方をさ、50何万回再生で1000何百円なんだよね。もうどうなってるの YouTube ショーツって。謎すぎ。さあ、やっていきたいと思います。緊張してますね。どうだったっけ。まあ最近ほんとむずくなってきてるんでね、試験後の生配信聞いてもらえればわかると思いますが、いつもへこんでますね私ね。あ、また間違えた、また間違えたみたいになってますので、はい、もう今の難しさで満点取れんのかっていう。お、 CM そうね、はい、公式になって言ってますね。CM 味方、はい、これいきます。やだよ、怖い怖い。確か第270回、はい、こうトイック公開テストの結果は こちらになります。やだな、もう見たくないんだよね。お、満点、やった、取った。久しぶりな感じがするけど取りました。ということで94回目ですね、の満点を無事取ることができました。ありがとうございます。こんな何もあってもいいですからね。はい、ということで94回目取ることができました。あと何回あるの？と言ってて今年、もう7月終わったでしょ。でも7月めっちゃ自信ないしな。8、9、10月2回ですね。10、11、12、6回、全部満点取れば100いけるか。7月は取れてないと思うんで、はあ、よし、まあまあまだつなぎました、2021年。じゃあそれぞれの正答率見ていきたいと思いますね。はい、ではリスニングいきます。はい、正答率5、93が2つある。93100100193、ああ推測と、ああやはり暗示の正答率低っ、 59% なんだ平均。93、まあ分かんない、1、2問間違えたのかな。1個目のやつと5つ目のやつ両方に関わってくるかもしれない問題はあるので、まあ詳しくはアビリティーズメジャードの方ですね、見方っていうの出てますから、それを参考にしてください。そしてリーディングの方はこんな感じ。あ、全問正解じゃない。うわー、リーディング全問正解か。だったら全問正解行きたかったな。そう、圧倒的にリーディングの方が難しいんですよ、全問正解するのって。なんだ、リスニング全問正解行けなかった回だったのか。ちくしょう、悔しいです。そう、圧倒的にむずいんだもん、こっちの方が。はい、という感じで、リスニング全問正解ならず、リーディングだけ全問正解した。あ、トイックって全問正解しなくても満点になるんですよ。偏差値みたいなもんなんで。こんな感じでした。次回も頑張っていきたいと思います。頑張ります。応援してね。はい、ぜひぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイビー。プレミアム公開でしたけど、短い。今、ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に、偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもう本当400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。